続いてはモンスターハンターシリーズに登場するアイルーたちのスローライフをテーマにした人気シリーズが Nintendo 3DS で登場。9月10日木曜日発売予定、モンハン人気ポカポカアイルー村デラックスをご紹介します。よいしょね、番組初登場になります、太田直人プロデューサーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあね、お願いしますよ、本当に。はい、お願いします。なんかね、悪化した、あれ、いいですよ、橋本さん。あれって何、口、あれちょっと、あれいつの、あれ悪化してますね。悪化しました。病状が悪化してる。どうしたの、大丈夫ですか。何、こすってるんすか。触っちゃったんだ。あんなに言ったのに触っちゃダメですよって。ねえ、油性なんでって、ねえ、だいぶ怒られた。いや、そうですよ。だから僕も触んないんですよ。ちょっとしっかりしてくださいよ、もう本当に。ゴージャスもあかんよ、拭いたら。やボケだって。ゴージャス分かってんの、このゲームがどんなゲームかっていう。ジャンルがね、アイルーライフというね、画期的な、ね、画期的なジャンルをね、取り揃えた。おうおう、取り揃えた。いろんなバリエーションが。そうですよね。そうですよね。そうなんですよ。そうですよね。大丈夫よ。ゴージャス、安心して喋ってよ。いいんですよね。間違ってないですよね、なんかね。間違ってない。急に来たからびっくりした。常に不安があるの、やめて。いや、でもアイルーライフ、本当に僕すごい。アイルー大好きなんで。はい、ありがとうございます。待ちに待ってましたみたいな。みんな大好きです。アイルーライフ以外のことはご存知ですか？これから勉強していこうと思ってますし、はい。あとはもう太田さんに全部聞きたいなと思ってますよ。はい、太田さんの言うことすべて絞り尽くしたいと思ってます。絞り尽くしたい、はい、ミイラになっちゃう。太田プロデューサーも、ね、そうなんですよ、はい、こんな感じなんですけど大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですかね、はい、今日は大丈夫です。今日はもうゴージャスさんにね、はい、あのアイルー村デラックスのことをよく分かっていただこうということで、はい、参りましたので、はい、実際にね、ゲームにも触っていただいて、はい、ちょっとあの説明をして来ましたね、ちゃんと魅力を分かっていただきたいなと。時代が来ましたね、はい、僕の時代ですよ。ってます。いや、もう全然時代にしてよ、ちゃんと。そうですね、うん、したいとは思ってます。よろしくお願いします。お、来た。いかがですか、このキャッチ&リリース感の大きいトークバランスねえ、うん、掴んでは話誰も拾わない腫れ物に触れる感じになってますけど、ね、大丈夫ですかね。全然大丈夫、はい、うん、お父さん大丈夫ですか、僕もちゃんとやりますから、はい、あ、もうじゃあもうね、今日はちゃんとしっかりプレイしてもらって、しっかりプレイしますから、本当にこう言葉だけじゃない魅力を、そうですね、ちゃんと画面上でも表していきたい、はい、表して。じゃあ実際、はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、ね、そうですね、ちょっとゲーム画面ちょっとご覧いただければと思います。はい、はい、よろしいですか。やっぱこの下画面のね、はい、うん、機能っていうのをちょっと重点的に見ていきたいななんて、ね、思ってますよ。はい、じゃあ画面お願いします、うん、はい、お願いします。ドスンと出るかな、ちょい待ち。まあ、ここでゴージャスさんが、ね、そうですね、うん、下画面、いい下画面出してくれる、上画面のゴージャスさんと下画面の、ね、みんながね、これカルチャーショックってなると思いますんでね、うん、よろしくお願いしますね。あ、ゴージャスショックですこれね。今ゴージャス、何今バタバタしてますけど、僕のせいじゃないですこれ。まあ今株価とかガン落ちてる。いやいや、株価、あ、来た、あ、お、来ましたね、来ましたよ、うん、これね、左が、Nintendo 3DS の上画面、はい、上画面、大きい方、ね、右の方が下画面になります。下画面、はい、でこれ真ん中に今ここで僕が動かしているのがこのマイアイルという場所、マイアイル、可愛いですね。で今回はあの、はい、ハードが Nintendo 3DS なので、はい、まあ、下画面があってですね、うん、あのまあ、より活用画面が活用できて、しかも下がタッチパネルなので、あ、タッチパネル、はい、でタッチパネルなので、まあ、今回どう活用した、うん、あの、うん、視点もね、便利に使っていただくかなと思う時に、うん、移動がすごく、はい、なんて言うんでしょうね、だんだん慣れてくると結構こうやってね、歩いたり走ったりして移動もちろんできるんですけど、いい、やっぱ結構遠いところまで行くのが結構大変なので、うん、まあ、それが今回この下画面があるというところで、はい、まあ、例えばこの右側の方に魚のマークあると思うんですけど、はい、あります、あります、漁場っていうんですけどね、はい、これちょっと今左の方にいるんですよね、はい、そうです、今いる、そうです、今アイルの揺れてるアイコンが左下にところがありますけど、あそこが今いるところなんですね、はい、今いるところがこの広場っていう、広場、はい、歩いていこうとしたら2カ所ぐらい経由しないといけない、経由していかなきゃいけなくて、結構遠いんですけど、今今回じゃあ試しにですね、この漁場というお魚のところにこの行ってみます、はい、で今タッチしてこの漁場を選んで、はい、もう一回押すと、まあ、ダブルタップってことですね、はいはいはい、もう一回潜って
もうあっという間にもうそこまで2タッチできるんですね。2タッチで2タップですね。2タップね。2タップでそれがデラックスですよね、はい、でこれもう漁場というところで、まあ漁場はねこうあのデラックス乾いたんだ、もうモンハンでおなじみのこのね、釣りができるみたいな、ちょっと釣りしましょうか、この、ね、釣りしてほしいですね、はい、なんかこのモンスターハンターの本家のね釣りの餌がありません。あなるほどね。ねえ、餌がないと釣りはできない。ちょっとクエストリタイヤ。クエストリタイヤ。ちょっとこのスタッフまさかの、うん、これはね、これはまあ、まあ、そこに話せば、まあそうですね。ちょっとこの話しますか。話せる。はい。でちょっと餌をいただいて。するにゃーと、うん、説明だけかな、はい、ですね、メニューでね、はい、あ、買えますよ、買えますね、例えばじゃあちょっとカレーにちょっと買ってみますね、10個、はい、出てきてみました、はい、するにゃー、大物が、これは、これは見せ場ですね、これね、これね、今桟橋が長くなってますけど、はい、このずっと奥に行った方がね、結構大物が釣れたりするんですね、ほう、おお、楽しそう、お、割と、割と小物ですね、ね、あれなんかこれさっきのね、あのモンスターハンタースピリッツ激しいゲームでしたけど、はい、一転してこのまったりしたの、あ、あれ大丈夫ですよ、プロデューサー、まさかの、あれおかしないですか、おかしいですね、大物を狙ってるんですよね、そうです、大物を狙ってるんですよ、これほら、大物、大物を狙ってるんですよね、あれまた来ますよ、また来ますよ、よし、来ないだ、よし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 、さあ、ほら、なんか小物か、喜んでる、音符、音符を、あ、ほんま音符や、音符のような形のね、音符を釣れる時は、もう、ちょっと奥行きます、もう一回行きますか、ちょっと、なんかまだあるか、あ、まだあるんですか、奥にもあります、ある、一番奥の方がいいんですもんね、大物いそうじゃないですか、ほら、大物はでもね、こうね、ハイリスク、ハイリターンなんで、ハイリスク、ハイリターンですね、左のところでかいのいますよ、ほんまや、あー、でかいの、でかいの来た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 、あー、あー、でかいの来た、あー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 、
すごい、すごいことやってきましたね。めちゃくちゃおもろいもん釣れますやん。魚がないんですよ。油だったんですよ。油油です、ね、見せますでしょ、プロデューサー。ね、めっちゃ面白いですちょっとまあこんな釣りなんかもね、これは面白いですね。あって、まあ釣りだけじゃもちろんないんですけど、はい、あで、まあ、今ね、先ほど話戻りますと、この下の画面でこういろんなあちこち、すぐに移動できますよ、遠くまで移動できるよっていう話したんですけど、はい、よく見るとこの下の、この下画面の下の、はい、アイルの変わりますよね。右下、はい、これをちょっと押してみますと、この今いるアイルがこう、あら、かわいい、写真になってこう映るんですね。で、この、プラスマイナスって書いてますけど、はい、これはまあこう拡大したり、縮小したりっていうところで、これもアイルをこのタッチしてこう、ね、こう回したり、自分の好きな方向から、ね、おこういろいろできるというところがまだ今までこのね、アイルシリーズ、このアイル大きく見たりとか、はい、観察できなかったので、いろんなこの面白い姿、もちろんこの今運動してますけど、はい、動いてる時もこう走ってる時、ね、走ってる時はこうやって走ってる、2画面ならではですね、これならではですね、そう見えてきて、上の部分がチョコレートですよね。ね、顔チョコレートみたいで美味しそう。ね、こんな感じで、はい、このアイルのこの表情も有機的に楽しめますよというこのアイル画面ですね。はい、でこれがまあ、他にもね、いろいろその下画面使っていることで、はい、まあ、こう下画面タッチしてこう簡単に操作が選べたりですとか、うん、そういうこともすごい工夫してあるんですけど、うんうん、もうすごくなんて言うんでしょうね、2画面あるので、すごくゲームの苦手なユーザーさんでもすごく楽しんでいただける、はい、直感的に、そうですね、はい、工夫してます。でまあ、そういったところは、ね、自然に溶け込んでいただけるかなと思うんですけど、うん、まあ、いよいよ、はい、そろそろね、はい、オーディアスさんもちょっとゲーム、あ、私もプレイされたいというところだと思いますので、はい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 、そろそろ行きましょうか。いいですか、じゃあちょっと、はい、もうマルチプレイ、私も実は知ってますか、DS が用意されていたんですね。
っぱデラックス感をね、はい、見せていこうと思います。じゃあ私が、ね、はい、プレイしてみましょうか。お出かけ待合室を作りますので、はい、デラックスさんが来ていただけると、はい、デラックスさん、じゃあ行きますね。デラックスさん、ね、デラックスさんですね。デラックスさん、ゴージャスですよ私ちょっと似てますけどね。デラ欲しいですよ。デラ欲しいジャス、デラ欲しいジャス、デラゴージャス、デラジャスじゃん。デラジャス、デラジャス、意味がない。今話しかけますね。さあサンミュージック所属、あ、ゴージャスさん、はい、来ました、はい、ありがとうございます。お待ちができました。そしたらこれね、ちょっと先に説明させていただくと、あのこのアイル村シリーズってこのデラックス、うん、はいはいはい、まあ、一人で割とそのじっくり、うん、ゆっくり遊ぶ感じの、まあ、ゲーム、そうですね、まあ、そういうイメージありますね。そういうゲームなんですけど、で、まあ、そういうイメージもあると思うんですけど、あ、ごめんなさい、準備中、準備中ね、はい、はい、なんか楽しそう、ね、いいな実際にこうやってこのね、通信プレイでね、はい、もう、2人でも遊べますし、最大4人まで、はい、4人までマルチプレイで遊べるんですけど、できるんです。でも、ね、もう1人だけじゃなくて、はい、もう2人でも3人でも4人でも、ワイワイガヤガヤやった方が絶対楽しいですよね。本家もね、もう何と同じようにね、みんなで楽しめるっていうところもありますので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。ね、1人より2人の方がね、特にデラックスさんは安心しますからね。ね、いっぱい多分緊張しないで済みますからね。うん、3人いるとハブられちゃうから。4人か2人、ね。なるほどね。デラックスさんはそっちの方がいいかもな。やっぱデラックスさんはそっちの方がいいんですかね。ゴージャスさん、3件クエストを受注しましたので。はい。じゃあ行ってみましょうか。はい。ですかね。ここですね。デラって星印。はい。はい、探検クエスト待ち合い、もう私部屋作ってますので、はい、で手元の方で準備ができました。おー、すごい、すごい、空を羽ばたくリオレウス、あ、準備できました、はい、ましたよ、準備 OK、 準備できました、OK、 これでいっちゃっていいですかね。はい、ですね。じゃあ画面お願いします。お、来ましたね。これ、はい、どちらの画面なんですか。これは私の方の画面ですね。じゃあプロデューサーの、はい、準備していただくと、はい、開始、大丈夫ですか。はい、じゃあこちらの、今もうメンバーはもう揃えておきましたので、はい、事前にじゃあこのメンバーで出発します。はい、来ました。はい、じゃあ準備完了、いきます。はい、はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、それでは開始。おお、これゴージャスさんがホストで、私がゲストで行っているという感じですね。太田さんの画面が出てきてます。はい、おー、始まった。さあ、今あのここにこの探検クエストというのは、はい、この十字ボタンとかこのスライドカットはありますけど、はい、で動かすわけではなくて、この基本的にこの A とか X とか Y とかになったけど、この、あの提案してくれる仲間が提案してくれるこのコマンドの中から選ぶんですね。はい、ですから例えば A と B を選ぶと、はい、このこうやって進んでくる、進むと、はい、奥にいるのが僕です、はい、今あのあそこのちょっと青く、はい、青く暗く映ってるのが、はい、ゴージャスさんの、はい、チームです。これ4人でやったらすっごくごっちゃごちゃになるんですよ。そうですね、4人で、1人、6匹で4人なので 6×24 匹しかない。すごい、にぎやかな、ごちゃごちゃだね。こうやったらもうすごいね、猫いっぱいいたら癒されるでしょ、やっぱみんな。ねえ、ちょっと、はい、ゴージャスね。あ、ゴージャスさん、あ、ゴージャスか、デラックスさん言うてる、ごめん、ね、ゴージャスさんね、はい、ちょっと、はい、モンスター出てきたのでちょっと、すみません、すみません、違う、あのね、もう、映ってない、もう映ってない、見切れました、あれ、違うんですよ、見切れました、あれ違うんですか、あのね、はい、あ、上から、上に両上に、え、全然まだ、まだ見えてない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 、やばいやばい、まだ見えてない、ゴージャスさん、早く行って、違うんですよ、僕ね、じゃあ、太田さん、あの、敵倒してくれると思って、モンスター倒してくれるかなと思ったら、全然、いや、今やられてる、え、見えないところでやられてるんですか、仲間じゃないの、2人は、太田さん、僕、結構弱いみたい、僕、結構弱いみたい、結構弱いみたい、ちゃんとあの、逃げてください、仲間、あー、やられてる、今、完全にリオレウスの火球に直撃しました、ちょっと待って、やばいやばい、仲間感全く出てないですか、これ、あの、太田さん、僕、あ、先行っちゃった、先行っちゃった、また当たりますよ、やられてる、また当たっちゃってよ、説明書あのこのね、なんかこのもうマタタビとか、はい、エムリクサがあって結構この計測しんどいんですよね。あった方がいいんですか ね、あ、これがあるとね、動きがで、あのこの下画面ちょっと映ってないんですけど、はい、あの提案はこの下画面の方にも出ますので、はい、ここを直接タッチして、例えばやってもいい、採取とか進むとかも出てますけど、こちらでよし、こっちでね、タッチしてやる方が割と直感的で、太田さん、僕今、はい、眠りから覚めましたんで、ガンガン行きます。寝てたの、行きましょう。
これね、ユニスを攻撃してるときはちょっと潜ったりっていうのが出てきたりするときもあるので潜ったり潜るっていうのでちょっとこの投げ出しを避けたりですとか、左からヨリウスの呼吸で右からイオスの毒を食らってますけど、ね、そうそうそう歌うとどうなるんですか。歌うとね、歌います。歌います。でも歌ってる場合じゃないと思うんですよ、これちょっとねちょっとすみません、すみません、進んだ方がいいですよね。進んだ方がいいですよね。進んでください。一回進みましょう、ね、一回進みましょう。何ですかあれ。これはちょっとモンさんの糞で、これね糞から煙上がってますけど、煙上がる糞片付ける片付けるやつがね、あった作るってこと。作る、出ない出ない。なんだ、なんだろう、このコンビが面白くなってきた。おしゃれ、一回寝ますね。寝てください、寝てください。ちょっと寝ます、かけます。大丈夫。下のゲージがもう青くなってるじゃないですか。ゲージやばそう。あれがなくなると失敗になるんですよ。あの進めましょう。左下のゲージね。あれなくなると失敗になる。プロデューサー、しっかりしてください。進むが出ない。ちょっとゴージャスの、ほら、大丈夫、ちょっと待って一回じゃあ戻りますよ。はい、戻ります。戻るでいいですか。潜る。はい、じゃあその間に倒してあげて。ね、踊ってください。踊ってください。これ今攻撃しますね。この小型のモンスターね。はい。これ小型はね、割とね。小型ね。結構この。お、潜る、寝るありますよ。潜ると。潜っちゃう。じゃあ僕寝ますね。寝ますか。あ、寝てる。なんだこれ。少しでも回復を。寝て回復した方がいい。回復した方がいい。そう。早く行かないと。まだ中盤ですからね。あ、やばい。モンスター同士がちょうど今真ん中ぐらいですね。そうです、ね、そうです、早くしないと。ダメだ、よし、じゃあ次行きますか。いや、次行きますか。え、ちゃんと回復とかしてください。ちゃんとしてよ。違うんですよ。めこれね、僕の方はめちゃめちゃ弱いんですよ、なんか。いやいや、そんなことないでしょ。ねえ、ちょっとなんか、ね、練習中もちゃんと、ちゃんと下級をね、避けるとかあったやん。ヨレウス来た、ヨレウス来るってことは前方に下級来る、前方に移動して寝る、下級当たる。それはね、ねえ、そうなるんですよ。当然そうなる。寝てる時当たるんですね。いや、思いっきり当たってましたね。いやいやいや、もうほんまに難しい。ポカポカアイル村なんですか。でもポカポカどころじゃなかったなかった、ほんまに。ちょっとこの激アツアクションっぽかったよ。グツグツアイルームラス。あ、そう見えてる。グツグツ感もある。僕たちずっと癒されてましたもんね。ねえ、わ、かわいい。嘘やろ。本当ですよ。俺でもついついやっぱりこのね、この方向ボタンとかね、表示ボタンとか押して動かすってる気になるんですけど、ちゃんとやっぱり選んで冷静に、みたいなね、提案から選んでいかないと。R ボタンでもう一回出したりリロード出してね。で、ついこのね、提案してくれたやつからまあなんか適当に選んじゃったりするとやっぱり、まあ適当に選ぶとね、どうですかね、やっぱり。いや、適切な、かなり盛り上がりましたよ。あ、面白かった。盛り上がってるのは伝わったんならいいですかね。そうやってね、クリアしたかったですけどね。ね、プロデューサーですよ ね、これね、ゴージャスにどんどん吸い込まれてますから大丈夫ですか。吸い取られてますね。え、ブラックホールですから。さっき言った通り吸い取られてます。有言実行してるじゃないですか。デラックスと、デラックスですから、ゴージャスさんとコンビでやらせてもらうと思います。さて、モンハン2期ポカポカアイドル村デラックスですね。こちらの
セーブデータがあればですね、はい、実は今年の冬発売予定のモンスターダクロスでクロスセーブデータ特典がもらえるとそうなんですよいうことなので、ぜひ ね、 ねちょっとねプレイしていただきたいとちょっと喋りたいんですけど、はい、今日のところはちょっとあまりまだ詳しいですそうですね、まあ、ちょっとしたら明らかになるからっていうところで、ねはい、じゃあ、ね、クロスがこうなっちゃうわけですねおうまいなうまいうまい、はい、さすがデラックスさん いや友達になったんだ確かさっき友達になったんじゃないの確か友になった多分今日一日の中で初めて人間に触れられた宇宙界人間がどうか分かんない宇宙界です、ね、宇宙界です、はい、いやまあでもそのセーブデータセーブデータいいですね、はい、で、いいねさらにモンスター 4G のセーブデータがあれば、はいそうですね、こちらの有村デラックス、はい、そうなんですよ先ほどちらっと通りかかったんですけど、はい、まあちょっとよく見ると村で変化があって変化がね、あったりとかもうちょっとね、あの詳しいことは今あんまり、はい、まだ言えないまだ言えないまだ言えないこれもそうですね、だからモンハン 4G を持っていた方はこのアイル村デラックスでちょっと楽しめることがあって、まあ、あのアイル村デラックスをお持ちの方はあのこのね、クロスでこの冬発売のクロスで楽しむことがあるよちょっと特典がねモンハン ファンタジーね、とてもすごいやってますよすごくもうね楽しみが連続してますね。そうですね。嬉しい。ね、本当にいいですね。続けて遊んでいただければと思います。はい。